勝ち越しちゃったね。あ、狼の勝利がやって、大きかったね。村の試合はちゃんと村がちゃんと進行を取ってくれないとダメだっもなて、くもゲーう。ムスああ、ターめトんでどくす。さい身ね。分を確認してください。奇跡は起こんないよね。夜が来ました。目を閉じてください。わかんない。さっきの試合、俺、7グッジョブって言ってたかもしれない。ボケて、9グッジョブだね。な 9と言ってればいいけど、最後の時に。7と言ってたら多分、番号間違ってるわ。9です、9。まあ、どうでもいいけどね。まあ、天国と地獄味わいそうだね。日本みたいにね、ドイツに勝った後、コスタリカに負けるとかね、ありそうだね。朝が俺来もまそうした。思うわ。ドイツに勝ってね、全力を使い果たして、コス昨タ夜リはカに誰も負けと死るにとまかせね。んでした。で、スペインにも負け、突破できない。1番ありそうだね。のプレイヤーは発言してください。はい、村人陣営特に下なしです。まあ、私は村りのないことをした人はやっぱ怪しく見ちゃうんで、例えば1周目についてはどんな場面になるかわからないんで、たまに1周目から私はその村ですという人はいますけど、そういうことはやめましょうと。もちろん2周目以降ね、例えば平和村になって騎士が出なくてみんなが困ってるっていう状況で、村を明かすっていうのは、それは村りを考えての行動だから、それは問題ないと思うんで、一概にすかすなって言ってるわけじゃなくて、ちゃんと村りを考えていこうとしましょうというところで。あと、まあ僕1周目の発言は結構大事だと思ってるんで、まあ進行論でもいいですし、前の人の印象でもいいんで、時間いっぱい言ってほしいと思ってます。2番のプレイヤーは発言ちょっしてとくよだくさわかんなかったな。私の理解力がないかもしれないんですけど、スムラをすかすなって言ってたけど、なんか盤面によるって言ってたけど、別に2周目だったらいいっていうような言い方に思ったんですけど、1周目でも別にすかしたい人はすかしてもいいんじゃないって思いました。なんか、まあ、進行論の違いかもしれないですけど、やりたい人がやりたいようにやればいいかなって思ってるかな。一番さんの印象は多分なんか怪しいっていうよりも自分とは合わないなって思ったぐらいです。なんだろう、とにかく頑張ります。3番のプレイヤーは発言してください。なんとなく2は多くもじゃないかなと思ってる。少数の人にめちゃめちゃぶったっていう構図はないからね、ほぼ。まあ、一番さ、2周目にね、ただ2はないと思うよ。なので、結構1、2は結構村っぽいかと思ってます。まあ、まあ、そうね。まあ、そうなんです。2番3、1ないね。2が大ごめんったら、そんな発言出ないよね。4番のプレイヤーはは、発言発してく言だしてくさい。ださい。いや、普通に2番3狼でもそういう発言出るっしょ。所詮1周目だし。やっぱ焼きそばって、なんか、黒いっすね。いつも。ただ、2番さんに関しては、後ろの人に、なんか男の声が聞こえて、すごい嫉妬心が生まれました。はい。そんな感じの印象です。はい。まあ、1番に関しては2周目でいいっしょ。
じゃあ5番さん、しっかりと 1,2,3,4 に触れて誰が狼っぽいかとかそういうのをしっかりと色落ちしていこう。うん、俺人のこと言えねえけど、うん、そういうの大事だと思うよ5番さん。俺やってねえから人のこと言えねえけど、大事なことだから2回言った。5番のプレイヤーは発言してください。はい。234は占い師につけられないんだろうなと、簡単な占い師にもつけられないんだろうなと思ってますよ、村だったら。うん、新占いが絶望するでしょうね。うん、それほどまでにひどい一周目ですね。はい、村人ということは村人がないんでやめるべきですね。はいはい、柱発言もやめる、投票放棄もやめるね。意思は出ないようにしてね、基本的に。うん。平和村だけ出る。よく言いますよね。こいつは役がないからっていうやつ。論外だから、そいつずり。もう今日は。うん。ね。もう絶対そいつずり。ちゃん、な。そいつずり。以上ね。はい。6番のプレイヤーは発言してください。おはようございます。ナイスね、4白。4白でした。てか5番って234とか言ってるけど、1番どこ行っちゃったんだよ。5番の中で234とか言ってるけど、5番の中で1番どこ行っちゃったの。これコーヒーロロじゃねえよ。すっげえ思うんだけどね。どうなんだろう、1番って1番のあの発言、何言ってんだかね、もう忘れちゃったけど、2番ってあんま言ってないんだよね。1番のこと、で今の5番の発言でしょ。もう4白出てるから、要はね、まあ、あって強靭なんだけど、なんだよね。どうなんだろう、3、うん、俺3もすげえね、結構気になって、3番手に、2がどうのこの、言ったか言ってないか、どうなんだっけ。もう忘れちゃったけどね。まあ、今日マジで5からちょっと欲しい。4個ずり。7番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。1、2週目、5が1のことの意見を評価してるから、別に5が1を飛ばしたって何らおかしくないって思ってます。6は沈黙ないなって思いました、精査的には。5番は適当にヘイトばらまいてるって印象があって、まあ、自分は3と同じ意見で、なんかには、なんだろう、1から釣り押されてもいいような動きをしてるように見えたので、汲み取らない部分とか、どんな意見もわかるけど、まあ、3と感じたことは同じかなって思ってます。8番のプレイヤーは発言してください。はい、村人陣営です。まあ6が、まあ、5に、まあ、叩きを入れる理由は、まあ、なんとなく分かるような気がするんですよね。まあ、5番さんっていうのはどんな場面でも基地潜伏とか言ってたんで、まあ、占い師視点はグレーズリーになった時は基地は出てきてほしいと思っているんで、まあ、6番さんが5に、まあ、なんか疑問を抱いたのは分かるような気がしました。はい。うん。あと、そうですね。まあ、3番さんが1、2、まあ、村っぽいとか言ってたんですけど、まあ、私的にはその要素っていうのが分からなかったですね。うん。だから3番さんが、まあ、1、2に評価し走ってる狼の可能性もあるかなとは思いました。まあ、そんな感じで、ちょっと2周目頑張ります。9番のプレイヤーは発言してください。はい、お願いします。1番さんは分からない2周目かな。2番さん素直になんかやりたいようにやればいいっていう、なんか素直な意見村っぽいなって思いました。まあ、3番さんは2番さんの1番さんぶっ叩いてるっていうのは、あの過剰な反応かなって思いましたけど、まあでも色味は一緒かなっていうふうに思いました。
4番さんに関しては2の、後ろの男の人の声を聞き出るって雑談を、まあ、入れながら考察されていたのでリラックスしているところがおかんっぽくないなっていうふうに思っています。おかしなこと言ってる発言5番7番釣り地やかなと思ってます。役っぽいとこ釣るって言ってる人誰もいない5番と視点が合わない6番っていうの自分は5番釣りっていうのはいいと思った。1番のプレイヤーは発言してください。はい、まあ5が1しろとそこで、2番霊能というところでですね、まあちょっと2番さんには説明するとちょっと時間長くなるんで今やめときます。でまあ僕はまあ5番はねてかまあ一番ちょっと怪しいのは8番になっちゃうんだけど、まあ8番はまあこの後多分5番にちょっと多分叩かれちゃうよ。5番の発言捏造してるから。5番は平和村以外は騎士潜伏っていう発言をしてるのにどんな場面でも潜伏って言っちゃったらそれ捏造になっちゃうからね、8番がね。だから2周目聞いて考えるけど今んとこまあ9番が僕は一番良かったかなと思って、理由はねやっぱ話をしっかり聞いてるのが9番、話をしっかり9番が聞いてて5番がなぜこれは8か7か忘れたかな、5番がなぜ1を弾いたかっていうのは7番だったかな、まあ、でもとにかく9番はしっかり話を聞いてて、やっぱ人外だったらねそんな一言一句拾ってる暇ないですよね。ドイツを黒塗りしやろうかって1周目から考えるんで、それをかなりな精度で拾ってる9番は結構ムラだと思ってるんで今のところ平等を買わない動きの3番か、まあ、2周目期間って分かんないんだけどね、この位置だから。ただまあちょっと、熱動入った8番からで持ってます。以上。2番のプレイヤーは発言してください。比較したから、アーニャのモノマネで聞こうと思います。思います。5番さんの方が進歩いと思ってて、6番さんって5にしか視点向けてなくて、気持ちいい。やめろ。すごいよ。5番さん、あ、すいません、普通に喋りますね、ちょっと地声ですこれ、はい、あ、騎士ね、騎士ね、分かったよ。確か8番釣り手かなと思っていて、5番ってマジか、そう来る騎士釣りしようか。じゃあ騎士釣りか、あ、いや56のランでいいか、やっぱ56のランでいいよ、56のランで。ね、いやー、4、3わかんねえな。あー、追加できねえな、これ。いや、4番の方が声がタイプなんだよな。4番に守ってもらうわ。じゃあ、4が2守り。残ったのが占い師を3が守って。はい、私死んだら4明日。で、6の方が偽っぽいのが、なんか5にしか視点が向いてないのと、1番がスムラ明かすのはダメって言ってるから、5番もそれを飲んなんかスムラ明かすのダメに決まってんだろうって言ってるから5番が1に触れてなかったのね。だからもうなんか全員の話聞かずにゴズリって言ってる6番の方がにせくせえなって思ってるんで、56の欄にしてもらって、で、まあ、4番さんねちょっと2番大好き愛してるって言ってたから4番に守ってもらうわ。で4番が2守れんかったら4番に、はい、じゃあ4番さん明日自爆してください。はい、56並んで。3番のプレイヤーは発言してください。に何言ってんの？精査してないやん。ほんとやめて。4が人外だ。で、5、6と違う。で、ここはね、多分4人外だ。100% 人外ね。で、5、6。こう2、1番になってね。絶対ね、売れないしかない。行くべき。で、5、6と、聞くわ。4どうすんのこれ。多分4強靭だけど。強靭の4はどうすんのこれ。4番
のプレイヤーは発言してください。はい、今日3番さん釣りますね。3番さん釣って、3番さんが白結果だったら俺ローラー飲めますわ。はい。ハニャ守ったるから、今日は3番釣りね。5、6の真偽に関してはわからん。でもし仮に6の残念シーンがあった場合、6釣って白結果だった場合って、裏に何も情報落ちなくて、グレーの大乱闘になるんで、占いで行くなら5。だけどね。まあ2周目聞くけど、この方が新っぽいって思ったら6行くけど、俺視点は3釣りで3の色を見たい。釣り逃れの吉祥で3の狼目が高い。5、6が新境に見えている。だから3釣りたい。俺はね。以上。5番のプレイヤーは発言してください。どっちもシーンがないね今日。じゃあ3番から釣りで守れなかったら4でいいですよ。3番視点4しかねえだろ。まず考えて5と6の審議なんかつくだろ普通に考えて。今日3釣りしないものが6の陣外ってことで、7、8、9は3番行きなさい。とりあえず騎士22番目は騎士から行け。まず霊能としてよ。5と6の審議なんて俺の審でしかねえだろ普通に考えて。3番でいいよ。ローかもしんないから。3番して4しかねえだろ、まず、間違いなく。なんで4番いけないの？で、2守ったらあんた死んだろ。しょうがないだろ。6番から釣りをしてる、6番が表示になった場合どうすんだ、俺よ。釣り切られるんだろ、この精査もできない村が。霊能が使い目になんねえわ。2、1、2番面で、騎士からいけないやつは。そんなやつは負けるんだよ。今日3釣り。6番。のプレイヤーは発言してください。2巡目お願いします。てか去年絶対グレーなんだけどね。3と4ってもう4番ってあってマックス強靭なんだよね。で俺を守ってくれる存在かもしれないからね。行くとしたら3なんだけど、もう5番っていうね人外が見えてるからね。で5番ってもうね今ので分かるでしょ。もうね3と4かね、多分ね5番が狼でグレーに、ま、全く精査してないじゃん、うん、5番って多分5番が狼で、7、8、9、なんだっけ、2番も霊能だよね。多分2番霊能で確定してて、1とかね、全然触れてないんだよね。もう5番が狼ってわかんじゃん。3、4はもう神教だよ、うん。そこもわかんじゃん。今日絶対グレーからだからね。5番ね。は？ 3 から行く？ちげえだろ。4から行く？それも違うだろ。自分を守ってくれるかもしれないね。そんなところからね、行くわけねえんだよ。本当のシーンだったらね。明日俺でいいじゃん。5番ね。で、次の日占ってじゃないの。5番ね。もう5番がね、2セットもみんな分かってくれただろう。で、7、8、9ね。1。もうそれで分かるんだろう。どっかにね、5番のね、ローの相方がいるんだよ。さあ、もう心境だよ、うん。で、どっから行くかっていうと、もう今日ね、どこなんだろうね。分かんないけど。8ぐらいからでいいんじゃね。8。8かね。でも、どうなんだろう。わかんねん、グレー。今日絶対グレーからだからね。3、4からなんか行かないからね。多分ここね、3、4って心境だから。行く意味ねえんだよ。今日7、8、9、1、どっかから。7番のプレイヤーは発言してください。はい。役職は全員わかんないですね。特段どこが新っぽいって人がいないので、なんかそれぞれにおかしいなって思うところがあるから正直わかってないけど、6視点では3、4神教の五郎のどっかに相方がいるって精査で、5視点はまだって感じなのかな。8番さんが直近の自分に触れなかったのはどうなんだろうって思ったけど、1か9を評価してる点はわからないかな。なんかそれが非狼要素って言ってたけど全然非狼要素になってなくないって思ったから、荒探しするために聞くと思うけど、9が挙げてた57の人外要素ってなんか私はどうなのって思ったし、
1と9って3に向けてる視点的には違うんじゃないのと思うから、なんか1も変だなって思って聞いてましたけど、まあ、霊能の指示なんで5、6どっちかに行きたいなって思ってますけどね。どっちも神っぽくないなって思ってるのが感情なんで、はい。8番のプレイヤーは発言してください、うん、7番さんと同意で、両占い師ともなんかあんまり神っぽくないですよね。まあ霊能がちゃんと指定したじゃないですか。2が、あ、4が2号 A で3が残った占い師号 A、 占いの欄ってなんでそこを背くんかなと思ったんですよね、両占いが。特に6番に関しては6番目線って言ったら7をついたくなるかならんかなと思ったんですよね。7、6を神っぽくないという発言があってから。で、私っていうのは6番さんの用語というか、まあ視点をいいっていう人物を釣りたいって言ってるんですよ。6を明らかにおかしいんで、まあ感情も半分入って6から行きたいと思ってますね。はい。おかしいですもん、6の言う8釣りっていうのが意味が分からなかったですね、私目線。6目線 7にフォーカスを向けるはずが8っていうのが人外思考だと思いましたんで、6からいきます。9番のプレイヤーは発言してください。発言してください。はい、お願いします。3番さんが役の釣りながらって言ってるのはそうは思いませんでした。別に3番釣られるっていうふうには思っていませんでした。はい、ということで、まあ、一角霊能してる人が言ってる指示に従えない人物っていうのは非常に怪しい。6番目線確定人外の5番をいけないっていうね、5番を釣り押さない5番さんに関しては狩りから行きたいっていうのはまだマシマシな精査なんで、5、6対比したら6のが6が強靭になったらお前らどう責任取んだよ、マジで腹立ってくるわ。もう、まあ5番を狼で見た人ってまず号泣ないっていうふうに分かると思うか。うん。号泣はないじゃねえよ。あんた5番いったら、6が死んだことでしょ。号泣はなくても6級とか見えんだろ。真面目な村がないよな、本当によ。号泣労働とかないんで。なんで6行ってんだよ。なんで騎士行ってんだよ、まずよ。なんで騎士行かねえんだよ。2、1、2番面だよ。間違った進行取ってんだよ、まずよ。なんで嵐みたいなのいいんだよ、全く持ってよ、このゲームによ。6番とね、釣りたいと思います。で、6を釣った場合っていうのは、4番さんが2号屋でしたっけ？で、3番さんが5番さんを守ってください。5番さん噛まれたら3釣ります。以上です。いらねえよ、別にもう。3釣りでいいよ、もう。2、1、2番目で騎士から行かねえやつなんてもう、まあ、あの、シングルない釣ればいいんだよ。もう許せないから、もう俺は。6から行ったって心境があるんだってのに言うこと聞かねえんだから、もう。4番も別にあるし。投票結果見て決めるけど。6番のプレイヤーが選ばれました。6番。のプレイヤーは、はい、あ、まあ5番はね、頭に俺に入れなかったからね。9番ってもう絶対8番からね、足から思わなかった。だから9番ね、はい、6番に入れますとか言ってるけど、じゃあね、俺がね、人外だと思うんなら5番のためにね、普通にグレーね、どっかね釣ればいいんで、うん、8番もそうだよ。8番もはい、俺がね、人外って思うんでしょ。だったら違うんだよ。2日目に俺が釣ればいいじゃん。これ8、9、6、5強とかもあんだかな、とかちょっと思っちゃうんだけどね。多分ね、9番は絶対人外、うん、5、9、6、5じゃねえの。で、多分ね、8番で9番に利用されてるの、普通に、うん、だって9番って5番がね、死んだと思えばそれでいいはずなんだけど、はい、5番ってね、8番のことは何も怪しまないし、もう5番もね、5番でグレーのことなんで全くね、精査してないんだよ。おかしいと思わないか、こいつらね。うん。絶対9番狼だからね。号泣ロールで、こんなの。うん、4番は本当分かってる。てか4番もね、5なんか行くなって。5番が前回と分かってるな。4番もね。4番これ強人か、うん、知らないけど。
まあ普通に3、4がね、なんだっけ、彼でしょう、うん。そんな普通に行かねえんだよね。5番って3人いてる。いやいや、5番だともう狼ちゃん。5番って3番がね、白って分かってるから、もうね、自分のね、やってんだよ。まあ、とりあえずね、9番でいいと思う。じゃあ、5番か。明日5番でいいから。高級だと思うよ。8番占う？夜が来ました。目を閉じて。8番占ってみる？ムラしてんの？謎を解くために。占い師は目を閉じてください。マジしろ。占い師は見る相手を選ぶ。マジでわかんねえわ、本当によ。ムラしてんのあれを見るために8番占うか。朝が来ました。昨夜死んだのは7番。8番のプレイヤーは発言してください。お、黒。6、黒、把握しました。じゃあ私が隠し色になって、1番さんも隠し色。2号へ。で、3番さんはどこ声ですか？あ、3番さんは5声か。じゃあまあ今日はとりあえず9番つって、9番で終わらなかったらもう狩人がもう進路確定で、もうクロス声。あ？す？す？振り切りで終わりです。はい。じゃあまあ今日は3球のランでいいんじゃないですかね、普通に。振り切りで終わりです。4番がしっかり確定したんで、まあ3球のランドで、まあ3番さんはもちろんスライドした理由は言ってほしいと思う。まあなんか、まあ3番さんの方が3球で勝ち確です。終わりです。はい、試合終了です。眠いです。はい。もう勝ち確です。8か9しか占わないです。7なんか占わないです。もう1を怪しんでるから。占うとこ8か9しかないんですよ。7噛んでくれて本当にラッキーでした。俺8噛みだったら、8噛みだともう9番押すけど、7番が1番怪しまないって。9番のプレイヤー。ワンツーって9すればいい。発言してください。ああ、ルール違反か3番。じゃあ3番つって。8角でしょ、これだって。いや、普通に9番つって、3番まあ、スムラス。まあ3番つってもいいけど、9、3の順番でも、3、9の順番でも、どっちの順番につっても勝ちやん。自爆したらもう、時間もったいないよ。8と1、隠しろですよ。おーい。まだやるんですか？ああ。まあいいですけど。簡単でしたね。役語りなしだから。ゲーム終了。はい。村人の勝ちです。ヒロちゃんプロは美しい精査してましたね。9番狂人。はい。ありがとうございます。簡単でしたね。2番もしっかりしろよ。6なんかいらないから。